まず、我々立憲,立憲民主党は、予算委員会において、新年度予算案が審議されているさなかに、憲法審査会が頻繁に開催されることについては、厳に慎むべきというふうに申し上げてきましたし、皆様に協力を求めてまいりましたが、今回、このように開催されてしまいました。 これまでも特別な事情を考慮して開催された事例はありますが、憲法改正ありきで、この憲法審査会が開か,れては開かれることがあってはならず、ましてや、コロナ禍で国民の命、暮らし、経済に多大な影響が発生していることを考えますと、コロナ対策に取り組むことを重点的に含められている予算案審議に集中すべきだと。 いうふうに多くの国民が思い求められていることは明白だと思いますさてこれまでの憲法審査会におきまして憲法改正の必要性について一部の委員からいくつか意見が述べられましたしかし私はどれも憲法改正の必要性は乏しいと言わざるを得ないと考えていますいくつか指摘をさせていただきたいと思いますまず緊急事態条項についてでありますよく 今の日本国憲法では、このコロナ禍、感染急拡大して緊急事態となった場合、ロックダウン、強い行動規制はできない、憲法に緊急事態条項があれば、もっと適切な対応ができたという意見を述べられる方がおられます。でもこれは本当なのでしょうか。日本国憲法には、第13条や第22条のように、自由権が規定されています。では 憲法で自由権が保障されているからといって、全く制限できないかといえばそうではありません。例えば、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第33条では、都道府県知事に対して交通の制限または遮断をすることができるとしています。また、原子力災害対策特別措置法第27条の6では、市町村,市町村長は、 警戒区域を設定し、立ち入りの制限や禁止、退去を命ずることができるとしています。私が申し上げたいのは、このように憲法上の自由権を制限できる場合として、実質的な根拠として、1つ目、規制の目的が正しいかという規制目的の正当性、2つ目、規制が目的達成に役立っているかという目的、手段の関連性、3つ目、 より制限的でない他の選び得る手段がないという規制手段の必要性、4つ目、権利の重大性よりも得られる利益の方が大きいという規制の相当性、これらがある場合に制限できるとし、それを法律で定めております。あの悪名高い緊急事態条項として、ワイマール憲法第48条2項が挙げられます。 この緊急事態条項の乱用は制定されてかなり早い段階から始まりましたそれ自体は正しいと思われる対応であっても議会などの丁寧な手続きを飛ばした緊急対応の前例を作ること自体が非常に危険であることは歴史が証明しています緊急事態対応は個別問題を分析しそれに応じた法的根拠を整えるのが 法治国家の基本であると私は考えます。各国のコロナ対応を見てみますと、立憲主義国では、感染症対策の法律やそれに基づく政令、地方自治体や各州のルールに基づいて対応しています。憲法に,緊急事態条項憲法にある緊急事態条項を使って、議会を無視して、政府の緊急政令で対応している国はほぼありません。 そもそもこのコロナ禍にあっても議会が開けないような状況にはなっていません。憲法を改正して緊急事態条項を規定するよりも、感染症法等を改正してコロナ対応に当たるのがまっとうではないでしょうか。そう考えますと、今回、岸田政権が感染症法等の改正案を出すのを断念したということは非常に残念でございます。次に教育の無償化についてであります。 皆様ご承知のとおり、憲法26条において義務教育の無償化が定められております。国際人権規約の A 規約13条に、括弧 B 及び括弧 C により、中等教育及び高等教育を全身的に無償とすることが国家の責務とされています。日本政府は長くこの条項を留保していましたが、民主党政権下の2012年9月11日に留保を撤回する旨を国連事務総長に通告しました。 ちなみに、いわゆる高校無償化制度、正式名称は高等学校等就学支援金制度ですが、これは民主党政権下で2010年に開始した国の制度であり、先ほどの国際人権規約の留保を撤回する通告をする前に実施された制度でありますし、また安倍政権下の2019年から3歳から5歳児のすべての子どもと、 0歳から2歳児は条件付きで幼児教育を無償化するという、といわゆる幼児教育・保育の無償化が始まったことを考えますと、憲法は改正しなくても、法律によって教育の無償化は実現することができます。なお、憲法98条2項は、日本国が締結した条約および確立された国際法規を誠実に遵守することを必要としています。 我が国においては、高等教育の全身的無償化は国際人権規約の留保を撤回しましたので、すでに国内法上、遵守すべき政府の法的義務となっていると考えられます。以上のことから、憲法を改正して教育環境の整備を国の責務とする必要はありませんし、憲法改正の対象として議論する意義は見出しがたいと考えます。以上です次に国重登録